ルネアルディは、レジスタンス運動の活動家の一人。戦後、対独協力を噂された。1911年オルヌケンモルトレに生まれた。フランス共産党の党員であり、占領下で、レジスタンス運動に参加。SNCF、NAP イコール、ファーなどで活動し、緑の計画では、アンドレ・エルブロネルと、 共同で連合国軍のフランス上陸に有利になるように占領軍の列車の妨害工作に従事していた。1943年6月7日に、シャロン駅にて、下タッポの内通者、ジャン・ミュルトンと国防軍防衛用部員ムークに発見され、逮捕される。カルイールイコールエイコールキュイールの階段には、アンリフルネと共に、レジスタンス運動に関わっていた。 ベヌービル将軍の指示により参加、逮捕されかかるが脱出に成功する。これらは多くのレジスタンスのリーダーが、アルディが反逆者であると疑うように導いた。そして、デュシー・オブラックは汚染されたジャムのポットを彼に送ったが、彼はジャムを食べなかった。戦後になってから、対独協力容疑で二度にわたり訴追される。1947年1月。 セーヌ裁判所で裁判にかけられた際、無罪となった。1950年5月、その判決は破棄され、同じくセーヌ県の常設軍法裁判所で裁判にかけられたが、再び無罪となった。なお二度目の裁判のきっかけは、カリュイールイコールエイコールキュイールの会談に共に、出席していたレーモン・オブ・ラックらの告発によるものであった。ありがとうございます。